はい、本田です。ああ、父さんだ。ああ、そう、今バス停でな、みゆきさんが届けてくれたとこなんだ。ちょっと待って、めぐみが俺を言いたい。はい、めぐみちゃん。うんうん、間に合ってよかった。いいのよ、そんな。うんうんじゃあお父さんに代わるね。ああ、どうも。もしもし。え、いや、だからついうっかりだってば。別にいつもってことないだろう。何？駅前タイムサービス？はいはい、半額セールのお惣菜ね。何？それからイチゴショート、なんだそれ。お父さんそんなこと言ったっけ？ああ、はい、了解。うん、分かってるよ。じゃあ切るぞ。しっかり者ですね、めぐみちゃんって。いや、口が達者で困りますよ。最近はへこまされてばかりです。そうなんですか？あ、みゆきさんにありがとうと伝えてた。そんな、雑把に乗ったらちょうど本田さんの携帯が鳴って。あ、ああ、あの着メロ、あの着メロはめぐみが勝手に入れたもので。うわっ、あれ、なんで鳴るんだろう。どうすれば止まって。あれ、困ったな。止まったすみません、笑ったりして失礼ですよね。いや、傷つくな。え、あ、すみませんでした。なんちゃって傷ついたふりをしただけですよ。あれ、そんなに受けちゃいました。